始まりましたメカニック TV。 今日はシェフラージャパンコラボ第5弾ということでやっていきたいと思います。はい、今日は何するんですか？はい、今日はですね、FAG の方向にあるんですけど、はい、ベアリングですね。ベアリング、はい、ハブベアリングを実際にちょっといつもと違った方法で交換をしていきたいと思います。なるほど、いつもと違う方法。はい、今日はですね、はい、これです。おお、なんだこりゃ。ホロレンズ。ホロレンズ、はい。今回これを使って、実際にこれを使いながらちょっと整備作業してもらいたいと思います、はい、で、これの利点としてはですね、これかけてるのでリアルタイムに実際に見てる目線に対して、ここは何ニュートンで締めてくださいとかっていう、そういうような指示ができる、で、画面にねマニュアルがこう出てくるんですよ。ほうほうほう。なので、こういう紙とかでですねプリントを出さないでも、ペーパーレスでマニュアル不要なので、エコーで、そうですね、はい、でいろんな情報をねこう 何個かウィンドウが出てくるので、はい、それを選んで、レンズに表示が可能と。で、実際の実地とかですね教育現場で理解向上とかにつなげられるという、ネット環境があれば、遠くからあれやってこれやってって指示も出せるから、はい、すごい、非常に、はい、便利です、はい、すごいですね、はい、いちいちそのマニュアルとかも走ってパソコン行ってこうやってどうやってやるんだっけってやってた。そう、これかけて指示する人がこれやってるから、はい、これじゃあこれ見てこれ見てこれ見てって投げて、すごいですね、はい、いい、全部これをかければ。そうなんです、見えるってことですか？そうなんです。未来の整備士はこれを使います。すごい。え、メカフジはこれは使いこなせる？もちろんです。さすがですね。はい、あんま使ったことないです。はい、ということで、実際にですねこれを使って、交換なので外すときはこれつけなくてもいいんですけど、実際につけるときにトルクとかこう指示してもらってつけていければいいかなと思うので、じゃあ組み付けのときに、はい、組み付けのときに実際これを使いましょう。使ってみましょう。はい、はい、じゃあ早速作業しましょう。交換しましょう。はい、はい、じゃあ実際に、作業していきます。はい、まずキャリパーから外しちゃいます。はい、じゃあこんな感じでここを外します。ある程度緩んだらそこでまたタイヤ外しちゃいます。はい、いくね、簡単に、いけるかな。あ、取れそうですよ。あゆみさん力持ちだな。もう俺隠居しようかな。すんごい力持ち。取れました。取れた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 。これで出てくるのがハブユニットです、ですですです、これを交換するんですか？そうそうそう、でだからこれ4本で止まってるだけだから、ほら、出ていった。いや、いった回った、回ってます。ボルト回った多分、回ってたと思う。なんかあ、いってる、あ、よかった、怖っ。よし、もう取れた。これで取れました。取れました。取れる、それで。おお、取れました。取れました。結構錆びてますね。錆びてますね。まあすんごい温度になって、冷えて温度になってだから酸化しますよねきっとね。ベアリングの回転とかっていうところで見るとどうなんですか？回り具合とかっていうと。いや、回り具合はね別に音も何もジャリジャリ感もないし。ハウジングが錆びてるって感じですね。そうですね。まあ多分中身は全然問題ないと思うんですよね。なるほど。ちょっと錆び拭きます、はい、え、
きれいにしてカスとか取り除いてもう一回モリブデン塗っといた方がいいんじゃないかなと。なるほど、はい、なのでつける前にちょっと、こういうの塗っといてあげた方がいいんじゃないですかね。はい、はい、じゃあ一応外し終わりました、はい、でここ綺麗にしてもらって、はい、ベアリングまでグリスまで塗ったので、はい、これから取り付けに入りたいと思います、はい、で一応このキットの中身なんですけど、うん、ベアリングユニット本体ですね、うん、で硬かったドライブシャフトの真ん中のボルト、はい、ここですね、あとここの4つの取り付けボルトですね、うん、はいはい、いずれもネジロック塗布してありますので、うん、はい、このまま使用できます。はい、はい、じゃあ早速作業していきたいと思うんですけど、最初に紹介したホロレンズちょっと使ってみたいと思うのでじゃーん、はい、じゃあこれをつけて作業していきたいと思います。はい、見える、うん、見えます、うんうん、今は何も映ってない。はい、はい、じゃあこれで、はい、行きましょうか。これじゃあ俺ここは俺やるか、ボルトとか締めたりするのは。そうです、うん、はい、じゃあですね、はい、今仮締めの状態です、はい、なのでトルクをマニュアル見てもらって、はい、裏から締めてください。じゃあちょっと待ってください、うん、とりあえず位置についてもらっていいですか。はい、マニュアルを持っていって、あ、この辺に置いとこうかな。 OK、 今ここにあります。おここに見えてる。何キロですか。トルクは70ニュートン。そこから90度ですね。おお、すげえ。ちゃんと見えてますよ。ここに書いてる。おお。矢印が出てきた。おお。そこのネジを締めろってことですか。はい。締めろの指示が来ました。すごい。じゃあ70ニュートン。70ニュートン。62、63、64、5、6、7、8、9、OK。よっしゃ。もう70いった。じゃあそのままこの下。Okay。 このレンズつけてても普通に作業できる。はい、作業できるんだね、うん。意外に普通に見えますね。OK。 今トルク締めたので、次90度締めていきたいと思います。どうもですね、うん、もっちょい、あと5 OK。 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 いくつ、これはちょっと待ってくださいね。200ニュートンの底から180度です。回るか。ああ、そっか。あれさっきも回るよね、そりゃ。着座させるか。じゃあブレーキつけちゃいましょう。早っ。これでどうだ。いいんじゃないですか。あ、いい感じ。よし、いい感じですね。オッケー、いい感じ。ふー、作業的にはこれで終わり。はい、あとセンターキャップつけていただいて終わりです。はい、センターキャップをつけて。OK。 はい、 OK です。 OK。 はい、ということで無事に交換が終わりました。はい、ありがとうございました。
お疲れ様です。お疲れ様です。はい。まあベアリングごと交換だったから、うん、良かったですね。圧入とかもせずに、まあ、トルク値がやっぱり外車高いね。そうですね。ここはそうびっくりしましたね。ヨーロッパ車は本当なんか下回り硬い、高い、はい、日本車とは、はい。違うなと。なそうだからちょっと気をつけてね、作業される方がやっていただければ、はい、と思います。そうですね、はい、でこのホロレンズねつけて実際にやってみたんですけど、いやすごいですね、この私から見えてる景色が。マニュアルがほんとすぐ目の前で見れるし、拡大ができたりとか、こうやってちょっと作業する視界に入ったらこうやって動かしたりとかもできるし、すごい便利で、画質もねすごい良くて、文字もちゃんと見えたからすごいいいなと思いました。でも趣味やんなかったじゃん。いやいややりましたよ少し少し、はい、はい。まあこの今日使ったホロレンズと、あとベアリングのブランド、FAG については概要欄に載せているので、ぜひチェックしてみてください。はい、はい、ということで本日のメカニック TV はここまで。ご視聴ありがとうございました。